高岡しおさん、朗読ありがとうございました。拍手をお願いします。文学新人賞作家の作品ということで、皆さん楽しみにしていたと思います。今回は新境地でしたね。ホラーなのかしら。そしてまた新たな犯人説が出ましたね。では最後に私からも朗読をさせていただきます。実はこの小説は私が書いたものではありません。白石泉本人が書いたものなのです。どういうこと？あら、高岡さん席について。泉先輩が書いたって。ルールを破らないで。死後は厳禁です。泉の愛した朗読会を汚さないで。どうぞ最後までお聞きください。なぜ泉はあんな死に方をしたのか。この中の誰かが彼女を殺した。皆さん、隣人を自分のように愛せと主はおっしゃっています。白石泉は本当に太陽のようだった。この学院を照らす太陽。まずは学業優先ってことで。私は計算高いんです。そんな応募許されません。この学院に私の居場所はなかった。先生呼び禁止。あー、くだらない。皆さん、私を殺してやりたいって思ってるんでしょ。泉は非情で過激でしたたかで、いやだ、あなたたちごときでは彼女の美しさに傷をつけることなどできない。だからこそあなたたちの裏切りは許しがたいものでした。暗黒女子。